この動画は横画面で楽しんでほしいの。今日もマイクラのヤバすぎるシード値を紹介するぞ。局長、緊急事態なの。何？最初のシード値の表示がバグって見えない。だと、秘書、ハッキングできるか。今やっているの。みんなにもここを押して応援してほしいの。カチャカチャカチャ。ターン、できたの。でかした、視聴者のみんなも応援ありがとう。さあ、このシード値のワールドに乗り込めー。なんじゃこりゃー。わ、すごい溶岩渓谷なの。それだけじゃないぞ。この先もずっと続いているんだ。ほんとなの。似たような光景がどこまでも続いているの。うむ、時折川などの生成物で遮られることもあるが、同じような地形が途切れることなく続いているな。どうしてこんなことになっているの？実はこれはマイクラのワールド生成の法則に関係していて、このシード地のワールドではこういう地形が多く見られるんだ。そうだったの。私がハッキングしたからワールドがバグったのかと思ったの。それは関係ないから安心していいぞ。よかったの。でもそれはそれでハッキングスキルが低いみたいで傷つくの。まあそれはいいとして。よくないの。今回のうちのハッキングはすごかったの。だがこのシード地を選んだのは私だぞ。どんなにすごいワールドでもアクセスできなかったら意味がないの。選んだシード地の方がすごいと思うんだが。こうなったら視聴者にどっちがすごいか決めてもらうの。やるか？負けないぞ。私のシード地選定が良かったと思う人は、局長最高、とコメントしてくれ。うちのハッキングが良かったという人は、敏腕秘書、とコメントお願いなの。みんなのコメント待ってるぞ。みんなの応援を心待ちにしているの。ということでそろそろ話をシード地に戻すぞ。わかったの。中断して悪かったの。等間隔で同じ地形が繰り返し生成されるのはさっきみたいな渓谷以外にも、砂漠の井戸？本当に等間隔に置かれているの。サンゴ礁、海の中に光の道があるみたいなの。こういう木なんかもそうだな。ずっと同じ木が続いているの。木の葉っぱの形まで同じなんだ。実はこの生成法則にはある規則があって、例えば洞窟で金鉱石を発見したとする？金鉱石が2つ見えるの。この場所から X 座標を16マス増やして、Z 座標を16マス減らす方向にテレポートすると。テレポートしたのに全く同じ光景なの。水中でも同じ場所に金鉱石があるぞ。すごいの。レア鉱石を見つけたら無限に同じ鉱石が手に入るの。うむ、たった16マスずつ移動するだけでいいから、かなり楽だな。よかったら視聴者のみんなもこのワールドで試してみてほしいの。というわけで、このワールドの概要を紹介したからここからが本番だ。え？まだあるの？まずはこの座標にテレポートして。エンド要塞なの。エンダーアイをはめてポータルを起動。まさか。さらば、オーバーワールド。ジエンドに到着なの。すでにエンドラは討伐しておきました。用意周到なの。ドラゴンは関係ないの？本題はこっちだな。エンドゲートウェイポータルなの。いざ、エンドの外縁へ。よっと、到着したが、さらに目的の座標までテレポートするぞ。この座標なの。じゃーん、到着。うわ、すごいの。同じ小島が等間隔に並んでいるの。すごいだろう？まるでオーブンで焼かれるのを待つクッキーみたいだ。お腹が空いてくるの。もしくは月の満ち欠けを表す図みたいだよな。でもここのは全部満月なの。お、エンドシティが見えてきた。エンドシップもあるの。これは連続生成されないの。確かにな。でもこれだけ規則性を持って小島が生成されていたら、この辺りの探索も楽そうだよな。確かにそうなの。移動の心配が減りそうなの。さらに面白いものを見せよう。お次はこの座標にテレポートしてっと。一体何があるの？確かこの辺に。あったあった。あ、エンドゲートウェイポータルなの。ここに来るのに通ったやつだな。こんなに近くに3つも連続生成されているの。これも場合によっては生成法則に巻き込まれるみたいだ。とっても興味深いの。これをシードマップで見るとこんな感じだ。すごいの。エンドゲートウェイポータルのマークが斜めに連なっているの。どうやら陸地のある部分では連なって生成されるみたいだな。ちなみにこういう現象が発生するのは統合版だけだぞ。ジャバ版でも別のシードで似たような現象が発生するかもしれないから、何か情報を持っている人はぜひコメントで教えてくれ。面白いし、鉱石集めなんかで有効だからぜひ知りたいの。というわけでワールド生成の法則によって地形が、バグってしまったワールドのシード地を紹介したぞ。この後もいろんなワールドを紹介するの。面白いと思った人はぜひチャンネル登録よろしくな。この動画からの登録者の目標は300人なの。よかったら登録してほしいの。よし、統合版のこのシード地のワールドに来たぞ。早速目的の場所へテレポートするの。この座標だな。よっと、テレポート完了。わ、大穴シードなの。なかなか壮観だろう。穴の底にマグマが見えるの。それだけじゃないぞ。穴のすぐそばには大河の村が存在するんだ。大穴に吸い込まれそうなの。ちょっと村にお邪魔してみるか。ほんほん、この辺は桟橋になっているみたいだな。焚き火があるの。ご飯のバーベキューなんて楽しそうだな。あ、家があるの。入ってみるの。どれどれ、お、チェスト発見。中身は微妙なの。そもそも村人のものだしな。あとは武器鍛冶職人に、意識レダイ。こっちは製塚の家なの。この家のチェストにはパンプキンパイ。美味しそうなの。あとは畑があって、羊飼いの家や、砥石の置いてある小屋があるな。悪くない村なの。ここでサバイバルするのも楽しそうなの。まあ村はこのくらいだな。次はお待ちかねの大穴を見ていくぞ。大穴の上空まで来たぞ。早速突入。わ、早速廃坑が飛び出しているの。しかもあの雲の巣の場所は、雲のスポナーなの。トラップを作るのに便利そうな立地なの。雲は苦手だからここから見るだけにしておくぜ。わかったの。気になる人は自分の目で確かめてみるの。他にも見て回ってみるか。あ、
何か木材が見えるの？また廃坑なの？いや、この形は、沈没船だ。こんな大穴にどうやって沈没したの？穴に吸い込まれちまったのかな？しかも奇跡的に穴底のマグマに落ちずに引っかかっているの。こりゃサルベージするのも大変だな。多分無理なの。マイクラ界のタイタニックなの。そうかもな。お、あれは。どうしたの？やっぱりだ、ダイヤ発見。すごいの、今の座標はこれなの。このワールドで遊んでみようと思っている人はメモっておくの。湖の大穴という絶景に村と廃坑と沈没船とダイヤも見つかる好立地だな。よかったらみんなもこのワールドで遊んでみてほしいの。繰り返すが統合版のこのシード地のワールドだぞ。それじゃあ次行ってみよう。よし、ワールド到着。統合版のこのシード地なの。初期スポーン地はこんな感じ。森が広がっているの。目的の場所まではここから少し距離があるからちょっとカットするぞ。局長が目的地まで移動中なの。ポン、局長が目的地のこの座標に到着したの。ふう、到着。秘書もナビありがとな。案内を終了するの。お疲れ様なの。というわけでメサに隣接した砂漠の村に到着だ。ここではどんな光景が見られるの？秘書よ、何か違和感がないか？やっぱりメサだから高低差がすごいの。でもそれ以外は特に気になるものはないの。そうか、だったらこれはどうだ？に、人参が浮いているの。畑の土もきれいさっぱり消えているな。何がどうなっているの？周りの地形には見覚えがないか？わ、今トロッコのレールが見えたの。ということはここは廃坑なの。正解、実はメサの廃坑と砂漠の村が融合してしまっているんだ。わ、家の屋根に線路が通っていたり、クモスポナーの隣に家が建っているの。かなりカオスになっているよな。家も屋根がなかったり、壁が廃坑に侵食されているぞ。ここなんて線路が家の壁を突き破ってるの？チェストまで一直線に線路が伸びているな。でもおかしいの、廃坑の宝物はチェスト付きトロッコなの。確かにな、実際に中身を確かめてみるか。あ、中身はパンとサボテンなの。つまり村のチェストだったわけだ。騙されたの？どっちの生成物かわからなくなるの。その他にも廃坑の上にも村が生成されているようだな。こっちの方は比較的まともなの。ここは川職人の家かな？大釜があるの、きっとそうなの。とまあこんな感じでなかなか面白い光景を見ることができるワールドを紹介したぞ。次も面白いワールドが見られるから楽しみにしているの。統合版でこのシード地のワールドにスポーンしたぞ。すぐ隣に何かあるの。イグルーだな。現実世界だとカナダのイヌイット族の住居を指す言葉で、マイクラ内だと溶接バイオームで自然生成される、雪ブロックで構成された構造物だな。早速中に入ってみるの。イグルーといえば秘密の地下室なの。よく知ってるな。ここのカーペットを壊すとトラップドアが現れるぞ。ここから地下室に降りられるの。よし到着。ここにある材料で村人ゾンビを治療できるのは有名だよな。きっとみんな知っているの。チェストの金リングを使うんだぞ。というわけで初期スポーン地点のすぐそばで、イグルーが見つかるシード地のワールドだったんだが、この私がこれだけで終わるわけがないよな。何があるの？イグルーから外に出てあたりを、あたりを。どうしたの？ぬわん、どこから下に降りたらいいんだ？局長、落ち着くの。今はクリエイティブモードだから飛んでいけばいいの。は、そうだった。ユーン、飛んでいくぞ。ということでさっきのイグルーの立っていた崖の下に来たぞ。あ、石レンガの壁があるの。まさかこれは。そう、イグルーの地下室なんですわ。地下室なのに普通に地上にあるの。もはや地下ではないな。ここから上に飛んでいくと。本当にさっきのイグルーがあったの。しかもこっちから見ると地下への通路も露出しているぞ。丸見えなの、かわいそうなの。というわけで全然隠せていない秘密の地下室があるイグルーを見ることができるワールドだったんだが、このワールドの目玉はまだまだあるぞ。え？何があるの？楽しみなの。ということでこのイグルーを背にしてレッツゴー。あ、何か見えてきたの？わ、これは。そう、大河の村が広がっているんだ。実はあのイグルーに捕らえられていた村人はここの村から。そしてゾンビ村人の治療の実験体にってか。そう考えるとなかなか恐ろしい村なの。意外と大きな村なんだぜ。しかもさっき家の裏手にあったのはツツジの木だな。村の下には半もした洞窟も広がっているはずだ。きっとその洞窟でゾンビ化の生贄を選ぶ儀式が行われているの。とんだ演習村なの。敵意むき出しすぎてくさ。とにかくこんな恐ろしい村にはいられないの。早く帰るの。おいそれフラグ。キャという夢を見たの。なんだ夢か。気を取り直して次のシード地を紹介するの。というかもう来ているんだがな。統合版でこのシード地のワールドだ。この先に見える山が目的地なの？そうだ、クリエイティブモードでひとっ飛びだぞ。近づいてきたの。すごく高い山なの。雲より高い位置にあるな。ほんとなの。なかなかレアな地形なの。じゃーん、これが山の全景だ。すごいの、とっても壮観なの。どうやら山で囲まれたカルデラ地形のようになっているみたいだな。ということはここは火山で、昔はもっと高い山だったのが、噴火でこんな形になったのかもしれないの。もしくは空から隕石が降ってきて、この場所がクレーターになったとか。とってもロマンを感じるの。ところどころ白いラインみたいなのが入っているのが山道みたいで面白いの。戦力岩の地層のようだな。結構繋がっていて銅のようにも見えるな。もしくは巨大な白蛇や白竜の通った跡だと考えるとロマンチックなの。中心の窪地にはそれを祀る神社があったりな。それもいいアイデアなの。それ以外にもこの白い道を利用して戦力岩以外のブロックを踏まずに山を越えて中へ行けるかチャレンジするのも面白そうだ。楽しそうなの。いつかやってみてほしいの。とまあ妄想がはかどる絶景シード地の紹介でした。次のワールドもお楽しみになの。ところで秘書は、フィラデルフィア実験を知っているか？一体何なの？全く知らないの。これは現実世界の都市伝説なんだがな。第二次世界大戦中にアメリカ海軍によってフィラデルフィアという地で行われた艦隊のステルス実験のことだ。第二次世界大戦？アメリカ？ステルス？
一体どうしたというの？まあとにかく聞いてくれ。ステルス実験ということで海軍の船をレーダーに発見されなくするための実験だったんだが、1943年10月には一隻の駆逐艦エルドリッジが実験の結果完全に姿を消し、バージニア州のノーフォークの艦隊ドックへ瞬間移動したという事件があったんだ。瞬間移動？巨大な船が？実験場所から移動先のドックまでは 360km も離れていたらしい。東京から琵琶湖くらいまで行けるの？途方もない距離なの。そして数分後には再びフィラデルフィアへ戻ってきたというんだが、それが実際の公式記録には存在しないらしいんだ。何かの陰謀を感じるの？しかも実験に参加したエルドリッジの乗組員たちはその後精神に異常が出たり、身体の一部が半透明になるような後遺症が残ったんだとか。恐ろしいの。そして秘書よ、これをどう思う？な、雲より高い場所でナンパ船が逆さまになっているの？マインクラフト統合版のこのシード地のワールドで、この座標から見ることができる光景なんだがな。こんなのテレポートでもしないと無理なの。は、フィラデルフィア実験？そう、私はこの船をエルドリッジと名付けたいと思う。とっても不思議な光景なの。ちなみにこの下には村が広がっているぞ。村が水浸しなの。なかなかかわいそうだよな。どうやらここは平原の村がジャングルバイオームにまで伸びているようだな。村人が変わった見た目をしているの。ジャングルでスポーンした村人の服装だな。普通はジャングルに村は生成されないから、レアな見た目だぞ。確かにそうなの。そして船のあった浮島の下には大穴が広がっているぞ。また大穴なの。しかも雲のスポナーがここでも露出しているの。うむ、地底の溶岩湖へと水が降り注ぐ幻想的な風景になっているな。この他にも洞窟が広がっているようだが、この辺りは視聴者の目で確かめてもらうの。そうだな、気になる人は自分で遊んでみてくれ。というわけで村と大穴がある湖の上に浮島があり、テレポートしたとしか思えない逆さナンパ船のあるシード地だったの。はい、統合版で新ワールドにスポーンしました。このワールドのシード地はこれなの。それじゃあ早速このワールドを紹介していくか。どんなワールドなのか楽しみなの。それじゃあ一人称視点に戻してっと。これは何なの？いやー、すごい光景だよな。村の地面の凹凸がすごすぎるの。なんだか仙人なんかが良そうな雰囲気があるよな。これに霧が出ていたらまさにそうなの。村人も大変だよな。あそこの家なんて孤島になっているぞ。すごい地形なの。しかも地続きになっていないの。うむ、天然のアスレチックというわけだな。アスレチックの極ちゃんと呼ばれた私のアスレチック妙技を見せてやるわ。刮目せよ。おお、一発で渡れたの。さすが局長なの。ふふん、そうだろう。それじゃあこの家に入るとするか。あ、彫像台があるの。ということはこの家は教会になるのか。ふうむ、こんなところにある教会、意味深なものを感じるぜ。確かに、何か儀式が行われていそうな地形なの。まあ実際には地続きじゃないから村人はここへは来れないんだがな。そうだったの。でも妄想がはかどるの。確かにな。お、ここは畑になっているのか。すごい畑なの。どうやらデコボコの底の方も畑になっているみたいだな。これは畑仕事なんてできないの。確かにな。ふん、ほん、お、洞窟があっちの方に繋がっているみたいだぞ。溶岩も流れていてなかなか凶悪な見た目なの。この先は一体どうなっているのか。残念ながら行き止まりでした。しょうがないの。このワールドはこのくらいなの？それがな、こんなおかしな光景が広がっているワールドなんだが、さらにレアな光景を見ることができるんだ。一体何なの？そうだな、ここはクイズにしようか。いいアイデアなの。それじゃあこのワールドでこの近くで見ることができるレアな光景とは、どんなものでしょうか？次の3つからお答えください。A、海に海底神殿がある。初期スポーン地点の近くにあるのは珍しいの。B、露出した旅路の遺跡。バージョン 1.20 の新要素なの。C、エンダーアイが10個ハマったエンドポータル。10個はとってもレアなの。あと5秒で考えてくれ。カウントダウンいくぞ。5 4 3 2 1 0。終了だ。それじゃあ正解発表に行くぞ。正解はこのトンネルの先にあるの。ずいずいと言ってブロックを破壊すればドン、エンド要塞に到着。今はこの座標なの。そしてこっちの方にはエンドポータルなの。しかもポータルに入ってるエンダーアイの数は1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。残り2個でポータルが起動するの。つまり正解は C、 エンダーアイが10個ハマったエンドポータルでした。ポータルのエンダーアイの数は多くなればなるほどレアになるの。こんなレアな光景が見られるなんてすごいの。ふむ、じゃあもっとレアな光景を見に行くか。行くの、楽しみなの。というわけでこのシード地のワールドへ来たぞ。今回も統合版のワールドなの。今は村に来ているぞ。座標はここなの。なかなか大きな村なの。うむ、上空から見るとこんな感じだな。でもさっきのよりレアな光景を早く見せてほしいの。そうか、だったら行くか。まずはゲームモードをスペクテーターへと変更して地中へドン。あ、地下に何か見えるの。このままずんずん進んでいくぞ。あ、あれはまさか。その通り、じゃーん、すでにエンドポータルが起動したエンド要塞だ。すごいの、12個のエンダーアイがハマる確率は 0.000000000001% と言われているの。1兆分の1だな。偶然出会えたら一生分の運を使い果たしちまうかもな。というわけで統合版で村の地下にエンダーアイが全てハマったエンドポータルが見られるワールドだったぜ。お次のワールドはこちら。今回も統合版でこのシード地なの。見せたい光景はすぐ近くにあるぞ。ほら、見えてきた？あ、荒廃したネザーポータルなの。それだけじゃないぞ。何か上にあるの。そう、上にイグルーが重なっているんだ。ええー、
地下室への通路が途中で途切れているの。ほんとだな、ポータルで遮られているんだろうな。ちなみにチェストはこんな感じ。うん、内容は普通なの。確かにな。それじゃあゲームモードをスペクテーターに変えてっと。あ、また地面に潜ったの。実はこの下にはちゃんとイグルーの秘密部屋があったんですわ。ほんとなの。でもポータルに遮られていくのが大変そうなの。黒曜石は避けないとな。というわけでイグルーと交配したネザーポータルが重なった構造物が初期スポーン地点のすぐそばにある光景でした。はぁ、今回もレアなシード地を堪能できて楽しかったの。そうだな。だがマイクラにはまだ見ぬヤバいシード地がたくさんあるはずだ。視聴者にもぜひ情報提供を募集するの。みんなのとっておきのシード地をコメントで教えてくれ。ついでにチャンネル登録と高評価もお願いするの。ではでは、また別の動画で会おう。バイバイ。バイバイなの。